北川荒野は、静岡県静岡市出身のプロサッカー選手。オーストリア分でスリーガ SK ラピードウィーに所属。ポジションはフォワード。元日本代表。清水エスパルス2015年、ユースから、清水エスパルスに昇格。同年5月21日、ナビスコカップ名古屋グランパスエイト戦でプロ初得点。2016年7月11日、 J2 第22節のロアッソ熊本戦では自身初の2得点を決めて勝利に貢献した。2017年8月9日の第21節セレッソ大阪戦で初先発。2得点を挙げる活躍を見せた。9月9日、第25節のバンフォーレ甲府戦では決勝点を決めて連敗を止めた。2018年5月12日、 第14節の湘南ベルマーレ戦では2得点を上げて勝利に貢献した。9月29日、第28節の FC 東京戦で得点を上げ、2試合連続得点を決めた。10月7日、第29節のジュビロ岩田との静岡ダービーでは2得点にアシストの活躍を見せ、自身初の2桁得点を達成して勝利に貢献した。10月20日には、 首位争いをしていたサンフレッチ広島相手に先制点を奪うと、ここぞという舞台で活躍を見せたことが評価され、10月度の月間 MVP を受賞した。11月10日、J1 第32節名古屋グランパス戦で、後半14分に先制点を挙げ、キャリアハイとなる13得点に記録を伸ばした。J1 第34節ビファーレン長崎戦では、 自身の出場はなかったものの、チームメイトである金子翔太がシーズン10得点目を挙げたことで、北川、道グラス、金子の3人が1998年以来となる1シーズン3人の2桁得点を達成。チームも2013年以来となる1桁順位でリーグ戦を終えた。2019年4月20日、第8節のセレッソ大阪戦では4試合連続で、 得点を決めて勝利に貢献した。SK ラピードウィーン同年7月31日、オーストリアブンデスリーが一部の SK ラピードウィーンへ移籍することを発表した。8月4日、ラスクリンツ戦で途中出場から移籍後初出場を果たした。9月25日、カップ戦の2回戦のザルツブルク戦で移籍後初ゴールを決めた。しかし、この試合中に、 左足首人体損傷及び圧迫損傷の怪我を追い途中交代。年内最終戦の第18節 FC アドミラバッカーメイドリング戦で復帰した。2020年6月14日、第26節ボルフスベルガー AC 戦でリーグ戦初ゴールを決めた。12月3日、UEFA ヨーロッパリーグ第6節のアーセナル FC 戦で L 初ゴールを決めた。 2018年10月8日、FW、小林優の怪我による代表離脱に伴い、キリンチャレンジカップ2018のパナマ戦、ウルグアイ戦に代表初招集されることが発表され、10月12日のパナマ戦で日本代表初出場。11月20日、キルギス戦で代表初先発を果たし、後半27分に大迫優也のゴールをアシストした。 2019年1月 AFC アジアカップ2019のメンバーに選出された。大会では大狭間の怪我や武藤義則の累積警告での出場停止などスタメンで起用されることもあったが目立った活躍ができず無得点で大会を終えた。桜桃子の不法が発表された後の2018年8月29日の横浜 F マリノス戦の試合前、哀悼の意を表して、 ロッカールームでアニメ、チビマルコちゃんのテーマソングに使われていた踊るポンポコリンを聴いていた。その他の公式戦。ありがとうございます。